ハイチオール C は SS 製薬から発売されている L システイン製剤である。元は1970年代に L システインを主成分とする医療用医薬品、ハイチオールとして発売され、その後大衆薬として1972年5月に発売され、どちらも現在に至っている。医療用発売に再手術の臨床試験が行われているが、湿疹などの皮膚科領域、 肝機能改善などの内科領域、リュウマチやアトピーなどのアレルギー領域などスタンダードなものから放射線障害の防止軽減やホルムアルデヒドの下毒、発毛など実際に薬効を得ていない領域にも優位な効果があるとされている。なお、医療用は事業上渡により、久密,密製薬より発売されているが、医師によっては市販薬と同等の症状で保険診療として処方してもらえれば、 大衆薬と同等のハイチオールなどが非常に廉価で入手できる。一般薬としては、エルシステインの肝臓に対する下毒効果で、二日酔いに効くために汎用されてきたが、その肝臓への作用でメラニンの生成を抑え、メラニンを無色化するとともに、肌の新陳代謝を助ける効果が注目され、1998年7月に全面改良を行う。 錠剤の小型化が図られるとともに、1日の副容量も12畳から6畳に半減、パッケージも見直され、染み、蕎バかすに重点を置いた、訴求内容となった。さらには1990年代後半からの美白ブームも追い風となり、売り上げを伸ばしていくようになる。この頃から、女優を起用した CM や雑誌、新聞広告が、例年春から、初秋頃にかけて、 数多く出向されるようになる。ハイチーオール C の人気は他のメーカーにも波及するようになり、武田薬品工業、第一製薬、資生堂薬品など大手各社からハイチーオール C とほとんど同一成分が含まれ、内容量も同一で市場価格ではハイチーオール C よりも廉価な製品が数多く発売、新たな市場を創造することとなった。市場が 活性化していることを受け、SS 製薬は2006年3月から、従来の内容薬と、新たに肌に塗るクリームの2タイプで、成分の配合量を従来より多くした、ハイチオールシープルミエールを発売。また、肝臓に作用する、医薬品ではあるが、指示量より多く服用しても水溶性ビタミンと、同じく成分が過剰もしくは不要となると、尿などで体外に排出されるため、 過敏症を除いて害のある副作用はほとんどない。また、効果を期待して過剰に服用しても余分なものは効果を発揮せずに体外に排出されてしまうため無駄である。また、従来の薬理作用であった肝臓に対する下毒効果、すなわち二日酔い、全身たるン症状の改善をうたった、アルケシクールという商品も2007年11月に同社から発売されていた。 成分はハイチューオール c と全く同一であるが、ターゲットを男性に絞っており、黒いパッケージである。ただし、ハイチューオール c の他社類似品では、一切、二日酔いという効果効能の記載がない。これは、薬効標榜のためには、各品目ごとに許可申請が必要であるが、それを各メーカーが行っていないためである。2010年7月には、二日酔いとともに、 他社類似品では、記載がない全身検体にも着目し、12年ぶりの全面改良により、商品名をハイチオール C プラスに変更。ビタミン C の含有量を 300mg から 500mg に増量した。2015年3月には既存のハイチオール C プラスに比べて1錠あたりの L システインの含有量を1.5倍とすることで、 服用回数を1日2回に減らし、同時に大きさをシリーズ最小の直径 8.7mm に小型化したシリーズ製品、ハイチオールシ h a w a イ i t を発売した。2020年3月には約10年ぶりの全面改良により商品名をハイチオールシープラス2に変更。フィルムコーティング技術、シルキースムースコーティングの採用によって錠剤が小型化されたほか、 ハイチオール c プラスから踏襲される60条180条に加え成人45日分の大容量270条が追加設定された。以下の効能、効果はハイチオール c シ,シリーズ共通である。ありがとうございます。